こちらご覧ください JTB が年末年始における旅行の動向について調査をしたものなんですけれども、はい、あの国内の旅行で1泊以上という条件なんですけれども、はい、今年の国内旅行者の数はこちらで2100万人となっていて去年と比べると116.7%なのでかなり増えてきているんですね。ね、はい、詳しい分析を見てみるとまずは 家族旅行が増えてきていて、うん、あとは遠方に行くという動きも活発になってきているということです。はい、ただ、一方で、この話もしなければいけませんよね。うん、新型コロナの感染者は増えてきているんですね。愛知県の最新の情報なんですけれども、現在、第八波の真っ只中で、うん、今日、新たに一万九百三十八人の感染が確認されています。うん、ただ、VTR にもありましたけれども、三年ぶりに。 行動制限のない冬休みに突入いたします。はい